10月26日から28日までの3日間、川勝知事はスポーツ観光の交流促進のためイタリアのフリウリベネチアジュリア州を訪問しました。26日川勝知事は今年8月に開催された自転車大会カルニアクラシックの舞台となったゾンコランさんのあるオバーロ市を訪問、州代理人のエンゾ・カイネロ氏の案内で市長らと面会しました。ゾンコランさんは聖なる山であると思います。富士山も世界文化遺産、信仰の対象であり、かつ芸術の源泉として、霊峰であります。ゾンコランと富士山との関係を、作っていくということを太陽に誓います。また本県との友好を象徴する富士山とゾンコランさんを描いた記念碑や、世界的に有名なゾンコランさんの自転車ロードレースのコースを視察。その様子は地元新聞紙でも紹介されました。翌日、川勝知事は州都トリエステ市でデボラ・セキアーニ州知事と会談しました。両知事はスポーツ、観光、防災について意見交換を行った後、スポーツ、観光分野の相互交流を推進するための集書に調印しました。集書には、富士山とゾンコランさんを舞台にしたサイクリングイベントを通じて、スポーツ、観光分野の協力体制を構築し、相互理解と交流を推進していくことが盛り込まれています。また、今回のイタリア訪問では、地元特産品のチーズや生ハムの生産工場、自転車販売店、世界文化遺産のアクレイアの遺跡地域と総主教聖堂バシリカ、州の防災施設なども視察。本県とフリウリベネチアジュリア州の相互理解と交流を深めるものとなりました。